ズホットモット問題。今月新登場のダブチーノリ弁当、次のうちチーズの日はどれだ？俺の誕生日関係ねえし、ウェブで回答受付中。ダブルのチーズだ。ダブチーノリ弁当ホットモット。クイズホットモット。問題。今月新登場のガリタル唐揚げ弁当、そのタルタルの由来はどれだ？ポン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 、100万円当たるぜ。ガリタルってなんだ？ガリタル唐揚げ弁当ホットモット。イニディットさん入られます。仲いいですね。仲いいですねじゃないですか。やらしてるでしょ。仲いいですね。よーい、スタート。せーの、問題。よーい、スタート。せーの、ホットポン。すいません、一応カメラ撮ってるんで NG も撮っとかないと。よーい、スタート。せーの、ホットポンポン。はい、どうぞ。じゃあ、もう最初にお願いします。ホス、俺リタラ、おいっす、もう一丁おいっす。うわ、美味しそうです。一応もうサムネも撮っておきますか。あー、いい感じですね。おわ、とか、よいよ。うわ、うわ、うまっ。3つあるな。うんまこれマジやばい。じゃんじゃん、見てください、こちら。うまっ。なんかこれ、これアイスリオムシャジュニオ。オッケー、オッケー。はい、はい、チェック、はい、はい、チェック。ありがとう。 OK OK OK。 おー、真っ赤だ。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あんまりこういう機会がないので、やらせていただいてとても光栄でした。うん、そうですね。ピリピリとした緊張感の中、自分の学力、知力、こういうのを競い合う、そのなんか緊張感に押しつぶされそうになりながらも自分自身も頑張れたと思います。絶対優勝したいです。優勝とかないんですよ。だからもう僕はガリタルの ガリって入った時にピンポンってもう押してました、心の中で。はい、心の中ピンポンした。心の中で押してました、俺もね、問題の時にピンポンって押してた。早くない？問題のところで問題って言われた瞬間もう心の中のボタンを押して、それもう決め打ちしてるでしょ。これはもうとにかくサッカー部だったんですけど、大学の時に毎日ホットモット食ってましたね。うん、俺はね、母ちゃんがね、うん、スナックで働いてたんですけど、うん、その朝方多分作るのめんどくさいからって、うん、弁当が多かったんですけど、うん、中でもホットモットが多くてね、あのホットモットのあの下のパスタあるじゃないですか。 あのパスタ、 あれをあの10日間ぐらい集めて3人前ぐらいのパスタにして美味しく炒めてナポリタンとかにして食べてました。アレンジ、あっからアレンジする人いんの？いっぱい集めてね、ちょっとのやつをこう懐かしいですね。お袋の味ってことですね。それが本当のお袋の味なんつってバカ野郎つってこのやつ。すいません、巻いちゃうな。すいません。唐揚げ弁当、うわー、決めれるか。唐揚げ弁当早いね。唐揚げ弁当めっちゃ好きな。肉野菜弁当、チキン南蛮弁当、海苔弁。海苔弁な。海苔弁どっちでいく派だった？え、何が？え、ソースと醤油。醤油もいない。あ、俺海苔のみ。え？タルは、タル？あ、タルないの。タルなし。海苔だけ。もったいない、もったいない。米もないよ。タルは、米もない。海苔だけの弁当。え、海苔弁。それ最近出たやつじゃないの？新登場。あ、うわ、
なんかさ、うん、たらこ好きなのよ、明太子とか。めっちゃ食ってるね、お前ね。そうそうそう、ああいう系行きたいね。たらこと？たらこ弁当。たらこ弁当のみってこと？白ご飯に、ね、たらこ最悪、あの海苔弁の海苔のあるじゃん、うんうん、あの上にこう白身魚あるじゃん、うん、あそこたらこにしてもらったら、ね、いいけど、俺はあれがいいね、あの意識高い系のヘルシー弁当的な。あー、なんかボタニカルなボタニカルというか、なんかボタニカルなやつね。オーガニック。あ、オーガニック。ちょっと違ってるんだけど、ボタニカルとオーガニックって同一人物で。違いますよ、海外の。違います、違います。ボタニカルサイトオーガニックさんが。違います、似たようなもんです。昔揉めてましたもんね。あ、はい、うん、作れるのかどうかっていうところもあるけど、やっぱりカプレーゼ別棟で持つかな、そんなだからさ、そこなんだよね。カチャカチャってなるよ。でも強いて言うなら、なんかあります。でも俺普段作ってるから。あ、自分で作ってるから。そうだから、はい、もう作ってくれるだけで嬉しい。あー、なるほどね。もうホットモットにしてほしいえ、買って売れ切れたり。作らないでホットモットを持ってきてほしい。作らなくていいです買ってきてください。はい、何かと下向きがちの今だと思うんですけれど、こうやって持って帰ってご飯を食べた時、美味しいご飯食べた時、すごく気分もパッと明るくなったりすると思うんで、皆さんこれからもなんかそういう風にあんまり下を向かずに前向きに頑張っていきましょう。